はい、こんにちは。お元気ですか？柴崎です。今回も柴崎のね、動画をご覧になってくださって本当にありがとうございます。今回の動画はね、実はこのね、100均で買ったね、このクレヨン、それを使って描いてみたいと思います。今もう学校は夏休みに入ったと思いますね。ですから小さいお子さんからね、小学生の方たち、クレヨンで絵を描く機会が多いですよね。今日はどうでしょう、柴崎と一緒に描いてみませんかね。この100均で買ったこの100円のクレヨンね、これでね、一緒に頑張ってみましょう。もちろん、お父さんお母さんね、そしておじいちゃんおばあちゃんも昔を思い出して、お子さんやお孫さんたちとね、一緒に描く、これも楽しいですよね。もう簡単に描ける絵ですのでね、挑戦してみてください。はい、では早速やってみたいと思います。はい、クレヨンですね。そして今日あと使うのはね、鉛筆、消しゴム、そしてね、この物差しですね。はい、じゃあ描いてみますよ。今日は樹木ですよ。木を描きます。もう簡単に描けるからね。まず黄色ですね。ほら、こんな風にね、もじゃもじゃっとまず塗りましょうかね。これ見るとほら、ここにバラバラになったとこや、こう大きな塊、丸い塊、こんな風にするといいですね。そしてその次に明るい緑を、今度はね、上の方に黄色少しずつ残しながら、この明るい緑を重ねていきます。この時見てくださいね、絵の具のほら塗り方が、これもごちゃごちゃっと塗ってるでしょ。ねえ、いろいろな方向にクレヨンを動かしていることに気づきますよね。さあ、できましたよ。で、今度は少し暗めの緑です。さっきよりも今度下の方に塗っていきますね。そうするとちょっとこうね、冷たい緑でこう日陰ができるので、木が丸く見えてきます。ということは、これの左の方をこのブルーのグリーン多めにするといいですね。こっちの方が黄色が多め、こっちが青いグリーンが多めです。それをね、さらに強めるために、今度はブルーです。ほらほらね、どんどんほら、日向日陰の関係がはっきりしてきたでしょ。こんな風ですね。最初の黄色い部分を残しながら塗ると、 日向の部分、日陰の部分、どういう風になるわけです。ね、右上の方から今日太陽当たってますから、こっちの方はブルーを少なめですね。こっちの方はブルーを少し多めにします。そうすると木が立体的になるのね。あとね、今ここで点点点点とこう叩いてるでしょ。これは一枚一枚のね、葉っぱを描いてるんですよ。今はこう潰し塗り、今度は点々塗り。だからここはね、使い分けましょう。潰し塗りですね。これ潰してます。フラット塗りですね。
して点点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 塗りです。はい、さあもう少し暗くしましょう。もっとね濃いめのブルーでまた同じことをやっていきます。ここら辺が一番暗い日陰かなってね想像して、また点点点点点点塗りと潰し塗りですね。そうするとどんどんね木がねこっちにこう飛び出て見えてきますよね。こっちは全部日陰だからこんなね濃いブルーだけで描いていきます。さあ一緒に描きかけてますか。結構面白いでしょ。はい、今度はね茶色です。もうね黄色やグリーンの色はたくさんあるので少し茶色色を加えてねちょっとこう色にねやっぱり変化をつけましょうね。そうするともっともっと絵が面白くなるのね。こういうね全然違う色を混色するというのは絵を描くときとっても大事なんですね。さあどうでしょう。さっきのまた色がね変化したでしょ。はい、では今度はねちょっと紙でねこっちこすってみます。ぐいぐいぐい強くこすったとこ絵の具を取ります。そしたらまたそこに色を重ねて手で伸ばしてもいいですね。さて今度はね最初に使った黄色でまたね明るい葉っぱをちょっと出してみます。日陰のブルーで、ね、明るい葉っぱがなくなってしまったところ、ね、こうやって出してあげましょう。はい、ね、そこで今度は木描くんですよ。真ん中に木が通ってることを頭に置いてそして枝を描いていきます。枝もねあまりたくさん見えないですね。葉っぱがたくさんもう葉っぱがこうねいっぱい茂ってますので枝は少しだけです。そして鉛筆でこのね幹や枝に落ちた日陰の部分を塗ります。ここら辺だよね。これいいでしょ。これねこれだったらもうあなたもきっとね簡単に木や枝が描けますよ。まだこんな具合です。そしてところどころにちょっと顔を覗かせてる細い枝なんかを描いてあげようね。これはもう描くあなたの想像ですからね。多分この辺に枝が見えるだろうっていう感じです。シュッシュッシュッって感じね。シュッシュッと描きましょう。これも見えるかなとかねそんな想像なんですよ。さあどうだろう。まだ上の方もあるね。これも多分枝が見えるよね。うん、これもどうだろう。よしよしねえ。さあ木っぽくなってきた。それからちょっと鉛筆でねこの器具の影も描いちゃおうか。それでざっと描いておこうね。こんな感じです。さあ物差しの登場ですよ。今度はねガリガリガリって引っかきます。そして黄色よりもねもっと太陽の光でね輝いている一番明るい葉っぱを作りましょう、ね、それから幹のここの部分も引っかいて、ね、幹の日向を作ります。さあ出来上がりです。はい描けましたよ。ねえ木ですね。木というのはもう結構絵を描くときにこう頻繁に登場するものですよね。うん、もう今もねもう緑いっぱいですしね、野山行っても公園に行っても木がありますもんね。
何かこう、ね、理科とかなんか観察、ね、木にこんな虫がいましたっていう時にも木を描くかもわからないし、ね、そんな意味でね、今回のこの100均で買って100円のクレヨンで描いたこのね、木の表現ね、お役に立てば柴崎も嬉しいです。一緒に描きましたかね。最初にこう黄色をねパパパパって塗るんでしたよね。そしてグリーンとかブルーとかね、そうするとだんだん木がこう立体になって見えてくる。これが面白いんですね。さあ、ね、この夏休みが、ね、小さいお子さん、そして小学生のお子さん、そしてその他の方たちにとってもね、楽しい日々でありますようにね、柴崎も心から願ってます。ところで、私はチャンネルメンバーシップをやっております。ね、いろいろな特典があるんですけども、例えば、今回ね、このお見せした、こういうね、絵を描いてる様子、これをね、ノーカットでね、ライブで、見ることができます。だから本当は柴崎はね、この描いてる間に、こんなことやった、こんなことや、あんなことやったり、そんなね、こととか、それから、その間にね、ちょっとティータイムで皆さんたちでチャットでお話ししたりね、楽しいですよ。それからあと柴崎の作品をね、データとしてあなたの元にお届けしますので、それをね、まあ、いろいろ壁紙にしたり、また、プリンターとしてね、お家に飾ってもね、いいと思います。まだまだね、特典あります。もしね、ご興味ありましたら、ぜひご参加してください。心からお待ちしてます。さあ、ということで、もう一度、ね、今日は 100円の、ここか、100円のクレヨンを使って木を描きました。またすぐにお会いしましょうね。またクレヨンの、で他の絵を描いてみますからね。はい、それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。